株式会社リバーメディックさんのブースにお邪魔しています。野本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日はどんな製品をご紹介いただけるんでしょう。はい、本日はですね、次亜塩素酸水というものの中でも錠剤にした形の商品をご紹介したいというふうに思います。まあ、いろいろと次亜塩素酸水って幅広く使えまして、まあ、もちろん除菌っていうものにも使えるんですけども、それ以外にも消臭効果があったりとか、カビにくくであったりとか、安全でかつ除菌力が高いっていうふうに言われているものでございます。やはりこの錠剤であることがいいことってあるんですか。そうですね、錠剤にすることによって次亜塩素酸水というものが液体だと長続き長持ちがしないっていうネガティブなポイントがあったりしたりとかですね、あと液体だと持ち運びづらいっていうのがあったりするので、その場でピュアな次亜塩素酸水を作ることができて、かつ、この錠剤型であることにより、3年間備蓄ができるというふうなエビデンスも持っておりますので、そういった意味では防災という観点で使えるかなというふうに思います。なるほど。これ実際今溶かしていただくことできますか。はい、もちろんです。ありがとうございます。はい、お願いします。これ一応 500ml という想定で溶かさせていただきます。はい、500ml に対してこの錠剤1錠この水の水道水の中に入れていただきます。お、早速このような形でシュワシュワと溶けていくんですね。結構な勢いでもう。そうなんです。錠剤の中に発泡成分が入っておりますので、シュワシュワと溶けていきます。なのでどんな水でもですね、安定した pH であったりとか、塩素濃度みたいなものがですね保たれるというのが売りのものになっています。なるほど。はい、今ちょっと実験段階なんですけども、水が断水しちゃってるとかですね、そういった施設であったりとか、そういう災害避難所みたいなところでも水道水ではなくて雨水を貯めていただいて、雨水で除菌水ができるのかっていうちょっと今実験をしておりますので、そういった観点でも先ほども申し上げた通り防災という意味ではつながるのかなというふうに思います。なるほど。これ実際今どういった現場で使われているものなんでしょうか。はい、行政なんかがかなり多くて、それこそ、大阪府であったりとか山梨県であったりとか市町村関係のところではですね、防災用品として使っていただいたりとか、あとは保育園であったりとか病院関係の方々にもですね、安定した、塩素濃度を出すことができるということで、使い勝手がよく使っていただいております。なるほど。パッケージも2種類あるんですね。はい、パッケージこちら医療関係者向けのですね、より細かく裏手の方に説明文が書いてあるものになっております。こちら左手の方がですね、一般家庭向けであったりとか一般ユーザー向けの商品になっておりまして、パッケージもですね、お子様であったりとか衛生的に見えるようなパッケージをこちら採用させていただいております。はい、やはりこの今までなかなかなかったものなんでしょうか。なかったですね。これがなかったっていうのもですね、もうそもそも中国で、これを作って日本は輸入してたっていう背景があるんですけども、それをですね、我々の方が、これ錠剤作れないかなっていうところで一念発起して始めたものになってるんですね。で、一念発起して今特許出願中にはなっておりますけども、そういった形で試行錯誤しながら、いろんな大学の先生の協力を得ながら作らせていただいているものでございます。まさにこう国内で作っている安全な錠剤ということですね。おっしゃる通りです。ありがとうございます。そこもポイントであったんですね。はい、今後特にどういった方面でこうアピールしていきたいというのはありますか。そうですね、やはり防災という観点であったりとか、感染症というものは絶対に今後なくなっていかないかなと思っていて、そういう災害避難所であったりとかの感染症にもうより一層こういったものが活躍できるかなと思うので、各行政の方々であったりとか、ぜひそういったところに販売をする商社であったりとかにこの商品を販売していきたいなと思います。今後いろんな場所で活躍してくれることをね、ありがとうございます。本当にその通りで、ぜひとも皆様一錠手に取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またお願いします。